見しました。なぜそのようなことを。いいえ、解きません。ダメです。高弘さんを殺すなら私を撃ちなさい。しなさい。
これで大丈夫です。大丈夫。高博さん、ユハさんが、ユハさんが父さんにかばってくれて。私のせいで。それでは間に合いません。大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。力を使うことは慣れていますから。でも、高博さんも傷ついているじゃないですか。そうやって何でも擦り傷だと思ってしまうのですね、高博さんは。高博さんの手、温かいですね。あの時と逆ですね。今度は
私が高博さんに膝枕されて。大丈夫ですよ、高博さんにこんなしていただいてるのですから。こうやって高博さんに抱かれていると、納得のいくような説明でお願いしまちゅ。どうぞお入りください。高博さん、ユハさんは、ユハさんは大丈夫でしたか？少し一人にしていただけませんか？
ヒロさん。え、いえ、そんなことはありませんよ。あ、ここは緑がいっぱいあっていいですね。心が落ち着きます。心配しなくてもすぐに良くなりますから。最近です。本当にごく最近なんで。多分リニアの体は古いので単に動きが鈍いだけで。正直、わからんな。前から言っていただろう。ジョーちゃんは古い機械だ。失われた技術も多い。我々の知らない部分が多すぎる。いえ、そんなことはないだろう。古い機体だからって、そんなに違った構造をしているとも思えん。